安井家は、江戸時代、本因坊家、井上家、林家と並ぶ以後の家元四家の一つであり、名人ごどころとして二世産地がいる。また、江戸後期には、大天才と評される七世産地、以後四明の一人八世一徳、天宝四傑の一人九世産地などの名騎士が、この家門から生まれている。十世三栄は、明治時代まで活躍した。 安池の祖は、聖は源氏の流れの畠山氏の一族で、畠山光貞定を祖とする安井氏になる。石山合戦にも出陣した、安井貞政の四南州順の次男である六蔵が、徳川家康に、ごうちとして取り立てられて、家督を受け、御門としての安池一世三徹となった。三徹の後は、弟子の二世三地が次、一世。 三鉄の長子二世三鉄は後に天文方に転じて、三津坂の大の渋川生を名乗った渋川春海である。五家としての安井家は三鉄の三男の千明が三地を継いで三世となった。また三地の弟といわれる安井春則も五条後に出資している。本因坊家とは異なり、創籍ではないため、実施相続も少なくない。明治に入り、 十世三栄の子肖像は家元を名乗るほどの子ではなく、娘を有力騎士に目合わせ後継者としようとしたが子を知らない男と結婚し、後継を決められないまま三栄は急死。家元としての安井家は途絶えた。肖像は1909年、上新寺に安井家歴代の墓を建て、十一世安井肖像立釈と刻した。安井家の外家には、 坂口家があり、七世戦地の父でもあるその坂口、戦徳、及び天保四傑の一人とされる、坂口戦徳の二人が、お城ご出資を果たしている。七世戦地以後の時代には、多くの門人を抱えて、本因坊家に匹敵する交流となり、天保四傑と呼ばれたうちにも、坂口戦徳、大田雄三、旧世産地の三人を占めている。旧世三地門下では、 熟党、鬼塚源氏、中村昌平、海老沢健造、奈良林倉吉が安井屋四天皇とされ、健造は明治になって放映者社長も務めた。ありがとうございます。